ジョゼフ・バンクスラインは近代超心理学の父と言われるアメリカ合衆国の超心理学者、デューク大学教授。超能力を歴史上初めて科学的に探求しようとした人物である。1895年にペンシルベニア州のウォータールーで生まれる。幼年時代はオハイオ州の小さな町で過ごした。2年間海兵隊に勤務した後、 シカゴ大学に入り1922年に卒業した。その後シカゴ大学で植物学の博士号を取り、一時、ウェストバージニア大学で植物学を教えた。若い頃はプロテスタントの聖職者になろうと考えたこともあったという。1920年代の初め、妻のルイーザと共にアーサー・コナンドイルの心霊学に関する講演会に出席し、感銘を受けた。 この後、ライン夫妻は心霊学の著実と研究に没頭することになる。1927年にデューク大学の実験助手となり、ウィリアム・マクドゥガル博士のもとで心霊学的な力を研究した。1928年には同大学の教授になり、1940年からは同大学の超心理学研究所の所長を務めた。ラインは、 著書や論文で ESP は ESP カードを使った数百万回に上るテストによって合理的な疑問を一つも残すことなく証明されたと主張している。後にラインは PK と名付けた別の超心理学的現象に注目を移した。これは精神が物質をコントロールする能力であるという。彼は手あるいは機械で投げられたサイコロの面に 被験者の意識を集中すると、確率法則の割合よりも多くその面が出ることを確認したという。ラインは ESP も PK も時間と空間の制約を受けないという。これはラインを悩ませた。なぜなら、テレパシーの実験をする場合に、純粋なテレパシーなのか、それとも未来を見ているのか不明だからである。また、ラインは動物も超心理学的能力を持つという。 ユアサヤスオによれば、アメリカ数理研究所の特別委員会で行われた審査によって、ラインの統計的手法に不備がなかったことが認められている、とのことである。ラインの実験結果が科学界によって再現されたことはない。懐疑的な科学者たちが何回も実験を行った。ラインの実験に対する追試は何度も行われたが、彼の発見を確認した科学者は、 ごく少数の例外を除いて強い心霊学的現象への信仰を持った人ばかりだった。ラインはこれを実験家の態度が被験者に影響を及ぼすとした。これについては超能力を検証する実験に立ち会う試験者が超能力を信じていない場合は超能力が発動しないという仮説まである。多くの心理学部門でラインの実験を再現できなかった。 プリンストン大学の WS コックスは132人の被験者で25,064回の ESP カードの実験を実施し、超感覚的知覚が存在するという証拠はないとし、ラインの結果との一致しない理由には、実験の手順か被験者に違いがあるとした。さらに4つの部門において、ラインの結果を再現できなかった。ジェームス・チャールズ・クラムボウも、この時点で結論が出たと思ったし、 1940年までに自分も何度か追試し再現できなかった。ラインは1940年に日本語で60年後の超感覚的知覚という意味の本を出版して自分の実験結果に対してもっと別の要因が働いたと考えるべきだとしたが実験者との仕切りがないとか眼鏡や目の角膜にカードが映ってしまう可能性カードの裏から記号が見えるような作りだとか カードの汚れなどから記号を覚えることができるとか、批判が寄せられ、さらには、助手が数字を書き換えていたという不正行為の目撃眼も寄せられるようになった。ラインによる念力に実験は、別の科学者によって再現されなかった。ジョン・スラデックによれば、サイコロは、削れるだけでなく、歪みのないサイコロでも何度も振れば、偏りを示すことがあるため、カジノではサイコロを、 ちょくちょく回収するのだが、ラインは同じサイコロを使い続けた。また、ラインは ESP カードを被験者が当てられなかった場合でも抜け穴を準備していると批判された。それは現在のカードではなく一つ前のカードや一つ後のカードを見ているというのだ。また、全く当てることができない場合も精神状態に何らかの異常があるかカードやサイコロを 嫌いだから当てられなかったとして、スコアを操作した。ラインの実験について、特別に実験に偶然成功した人を単に選別しているだけだとする批判がある。数段階のテストで震いにかけられた被験者は、他に震い落とされた多数の人の存在を知らず、実験者に喜びを伝え、実験家はそれを受けて情熱あふれる論文を書き、それをラインが引用し、いかにも、 実験全体が成功しているように見えるというのである。実際、数段階のテストをパスして成功者とみなされた人も、さらに、テストを続けるとその能力は発揮できていないように見える。しかし、これは、確率論に照らせば、当たり前のことである。また、ESP を信じている実験者は実験の結果を、ESP が存在する方向に記録を歪める、可能性を指摘されている。 これを受けてラインは録音をしたり写真に撮ったりしたがその結果実験結果は ESP が発見される度合いが減った。細密な用心は犠牲を要求するとラインは主張したが細密でない記録は科学的でないことは言うまでもない。ジェームス・アルコックは2011年に辞書で ラインの実験手法上の問題が明らかとなったので、超心理学者はもはやカード実験を実施していないし、ラインの研究を参照することもほとんどないと書いている。ありがとうございます。